LDH 的箱の中身は何だろうな。こちらの対決ですけれども、言わずと知れた古典バラエティーゲーム箱の中身は何だろうな。各グループ代表者2名にこの箱の中身を両側から手を突っ込んでいただいて中身を当ててもらうというゲームでございます。まあ、当てるまでのタイムが早ければ早いほどいいんですけれども、1分を超えるとタイムオーバーで0点になってしまいますので、皆さん気をつけてくださいね。はい、ね、どんどん言ってっていいですね。どんどん言ってっていいです。はい、なるほど。いいですか。今のアーティストはもうね、リアクションぐらいできないとダメですからね。いいリアクション期待しておりますよ、皆さん。よろしくお願いします。さあ、まずはじゃあジェリーから誰が行きますか。そうですね、はい、まあうちはやっぱ怖いものが一切なく、うん、ビビりもしないレオ。レオヤングル大で1ミリもビビらんから。大御所か。見たいよ。1ミリもビビらん。でもう1人。そうですね、じゃあもう1人はリョウだ。ビビりそう。微動だにしない。大丈夫、強いですかね、2人。心臓が強いです。そうですね、これもう取ったな。さあ、じゃあ A ページ行きましょうか。 A ページ誰が行きますか。 A ページは、そうですね、あ、1人ずつか。じゃあ A ページは、はい、A ページは冷静な判断力と物怖じないメンタルを持ってる山翔で。なるほど、思ったろ。いけるぞ、やりましょう。さあ、そしてもう一人。はい、で、やっぱりメンバーに危険な目に遭わせたくないんで、リーダーの僕が行きます。おぉ、陣が行くわけですね、わかりました。かっこいい、かっこいい。ダメですか。かっこいい。ホテル当社はダメなんですか。かっこいい、かっこいい。はい、行きましょう。カメラ、カメラ、こっちは。カメラ、こっちだ。今、後頭部しか映ってなかったから。行きます、頑張ります。はい、わかりました。じゃあ、バディは。僕たちは、ブラジルの血が入った、何にも動じない男、リュウセイで。おぉ、わかりました。ブラジル。もう一人。はい、そしてもう一人が、最年少の、マサヒロ、お願いします。あー、マサヒロ。さあ、じゃあ B ページ行きましょうか。はい、B ページはもうご覧いただいて皆さんが見たいであろうカズマとホクちゃんの。おー、失礼します。いけ、ボーカル。ボーカルチームいきました。頑張れ、ボーカル。レッツゴー、ダブルオージ。さあ、どっちもボコボコ。じゃあ最後ファンタは。はい、ファンタスティックス1の熱い男レイヤと僕世界が行きたいと思います。さあ、それではまずは一組目、ジェリーからいきましょうかね。両サイドに行ってください。まだ見ちゃダメですよ。で、今から開けますからね。はい、皆さんもいろんなリアクションしていいですから。で、いきますよ。1問目はこれです。ドゥン。うわぁ、うわぁ、やばいっすね。これはちょっと、これは正月早々やばいね。やばいっすね。こっち側だな。これははい、匂いがするね。鋭い、匂いしますよね。どんな匂いしますか。匂い俺もした気がする。鋭い、獣っぽい匂いした。獣っぽいですね。だから手は気持ちが欲しいの。何年ですか。え、わぁ。何年でしょうね。さあ、ミニブタみたいなね。ミニブタわしづかんだらダメだと思うよ。怪我する、怪我する。指いってます。手取り、手取り、手取りあるかもしれない。あの方ね。さあ、行きますよ。じゃあ1分計りますからね。1分の間に答えられないとダメですからね。皆さん行きますよ。で、分かったらすぐ挙手で何とかって言ってくださいね。はい、答えを分かったら。はい、じゃあ行きますよ。ジェネの挑戦でございます。それでは、よーい、スタート。始まりましたよ。叩いてる。はい、叩くなよ。手を入れてください。マジで、うん、今、りょうたくんの方にいるから、りょうがガッて突っ込まれて。あと30秒しかないですよ。早く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 。気をつけて、気をつけて、気をつけながら。わかった、わかった。時間がもうないよ。触り方がやらしい。りょうた触り方が危ないな。触り方が危ないな。10、9、8、7。痛い痛い痛い。はい、ボンザイ。ボンザイ。
ム終了。あら、惜しい。ちなみに、盆栽を正月的に言うと、なんだっけ、盆栽。え、なんだろう。なんだろう、あの竹みたいなやつ。そうそうそう、そういうやつ。あ、こういうやつ、こういうやつ。こういうやつ。あの演技のやつ。こういうやつ。わかるよ。切った竹。これもさ、たまにもお年玉に、お年玉にね、ついてるやつだよね。はい、最後、行ってみよう。え、なに。え、羽子板。終了。オーバーでございます。ちなみに見てみましょうか。ちょっとどうぞ見てください。わかるんだよな。これなんなんていうの。カドマツ。カドマツ。カドマツね。カドマツか。ちょっと俺見てわかんないのはまずくね。怒らないでください。ごめん、こっちもちょっと悪かった。企画としてはちょっとだけ破綻してるよ。カドマツわかんなかったか。さあ、じゃあ次中身をチェンジしてもらいましょうね。行きましょう。はい。はい。じゃあ1分終わったらとりあえず何でも答えてみてください。とりあえず。はい。はい。怖かった。めっちゃ怖かったっすよ。だって、てかお前さ、俺の方に来てるとか言うんじゃねえよ。全然動くもんじゃねえじゃん。ね、つうか、レオの匂いもねえじゃん。いや、緊張してました。イノシシ的なものは入ってましたか。いや、全然入ってないですよ。大気悪いね。いや、悪い。敵なんで。ちょっと嫌いになったわ。ちょっと待ってください。でもあれだよね、レオ、全然コンコンコンってやって、全然手入れなかったからね。いやいや、ちょっと生き物かなって思っちゃった。生き物かなと思ったんですけど、ね、なるほど。じゃあ次のものが来ますんでね。ちょっと緊張すんな、はい、知らないよ。え、手飛ぶかも。手飛ぶかもしれん。なんか怖い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 。そんな、そんな狂気ある。そんなことある。危ないから気をつけて。危ないですよ、うん、俺も飛びかけた。飛びかけた、うん、危なかった。緊張するのはいきなり、まあ、これだからどんどん言ってった方がいいってことですよ。全然言ってった方がいいです。はい。え、もう本当になんかじゃあいけそうな感じするんですか。はい。じゃあエイペッシュの皆さんのものはですね、見ちゃダメですよ。こちらになります。ドン。うわこれはちょっと、まあ、うわそういう感じだ。これはやばいよ。これはちょっとやばいね。これはやばい。これはこれは初めて見たね。どういう状況だったって。どういうの入れるんですね。初めて見たっていう声がありましたけど。このタイプは初めて。このタイプ。なんかね、違う感じはあるんだけど。これはこのタイプは、なかなかない。落ち着いてて、落ち着いて。脱皮する前。そうね。最初の原型からは脱皮してあの形になってるかもしれないね。そう。確かに確かに。成長するタイプ。成長、もう、うん。エヴァみたいなもんですよ。変な状態だから。暴走、暴走もん。暴走もんですよ。はい。じゃあ、あの準備ができたら OK って言ってください。そこからスタート始まりますから。あー、気合い入れよう。OK。慎重に行こう。はい。いいですか。勝つため。それでは行きます。よーい、スタート。おー、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 え、お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 、なにこれ。うわ、つめ、ぬるい、ぬるい、ぬるいぞ、ぬるい、あ、ぬるい。はい。はい。こんにゃく。違う。えっと、はい、はい、はい、はんぺん。違う、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 はんぺんって死にそう。まあ、ジンクス。あ、あ、いける、いける、いける、なんだろう。あ、もうちょっと、ちょっと待って、これ何なんだ。いける、いける、いける。豆腐にしたら、はい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 、豆腐。正解。めっちゃ汚い。めっちゃ汚い。手びっちょびちょじゃん。びちょびちょになってるよ。手びっちょびちょだよ。かがない、かがない。ナイスエページ。あったかい豆腐でございました。ナイスエページ。あ、でも、ちょっと、ちょっと食べない、食べない。あ、美味しい。そう、だって豆腐そんな臭くないもん。はい、美味しいね。いや、嫌です。いや。でも、エページ、いい記録出ましたよ。記録後で言いますけれども、言っていいですか。やめておきましょう。さあ、おめでとうございました。まずは、成功。勝ってるってことです。何で分かる。何でそういうの。すごい、もうすっごい嫌いだ。喧嘩しないで。基本プレイ。さあ、この間にさっさとチェンジお願いします。基本的に。ちなみに、あの、ちなみに、どのタイミングで分かったんですかっていう質問がありました。あ、そうですね、どのタイミングで分かったんですか。
ちょっとその食べ物だなと思って、うんはい、お箸を掴んでる感覚になったっていうか、そのあ、それでこれでいった、はい、で、ちょっとこうお箸で掴んだらこれぐらいの柔らかさ、あ、豆腐かなって思いました。なるほど。でも最初はんぺんって言ってましたよね。はんぺんってそもそも何ですかね。嘘でしょ。いや、イメージ、いや、確かにイメージでね、なんだろうな、杏仁豆腐みたいな、やっぱすごい、なんかこんにゃくより柔らかいんだけど、とりあえず言わなきゃ、はい、なるほど。あとちょっとあのおしぼりいただいてもいいですか。確かにね、手をね、一回、はい、そのままいきます。後ほどね、後でね、おしぼりの方ね、はい、後ろに用意してますから、大丈夫ですよ。はい、さあ、おきた、次はですね、新生バリスティックボーイズ、ま、B ページ、あ、バリか、次バリスティックですかね、 B ページ、B ページ、はい、 B ページさあ、はい、見ないでくださいよ。貫禄ありますからね。いきますよ。ドン。うわぁ、え、マジ、うわぁ、これはやばい、これはやばい、これはやばいでございますね。うわこれ入れ、マジか、これ入れていいんすか。スタッフさんの気が知れない、これ。これめっちゃ、これはやばいわ。一番分かりやすいけど、一番危険かもしれない。間違いない。大丈夫ですか。でも似てるよ。似てる、似てる、似てる、ジークって似てる。それヒントになるのかな。さあ、これは大丈夫、かなり危険ですね。そっくりやらしいよ。え、これ、これはもう、あの、交尾が終わった状態ですよ。そうそうですね、すべて終わって、だからもうイライラしてると思いますね、いろいろ。カッカしてる、カッカします、いろいろ。ちょっと刺激を与えると、もしかしたら、はい、気をつけてくださいね。はい、はい、あ、準備できたらできたと言ってください。せーの、できました。じゃあ行きましょうか。スマートやね。それでは、スタート。ちょっと待って待って待って、え、生きてる、え、え、やめてる、じゃんよ、やめてる、はい、はい、雲。おお、雲のぬいぐるみ。おお、いや、正解。すげえ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、あの、答え合わせするなら俺がこう近づいてこれを動かそうと思ってたんだけど、当てちゃった。すごい、これすげえ、ちょっと待ってよ、これ早田がちょっと文句あるって言ってますよ。ちょっと違うんじゃない、もうなんか分かんないな、違うんじゃないかな、今のそういうの。どうも、バラエティの先輩が怒ってるよ。今の多分9秒ぐらいで言ってんだけど、どうも違うと思うんだよね、俺。違いましたね、はい、ごめんな、俺は。あんまり避けなくて言い過ぎた、俺はごめんね。か、でもかなりいい、すごい、大きな感じました。めちゃくちゃ速かったですね。すごいね。何で分かるもんなの、うん、やっぱもう食感です。食感、食べる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 、どのタイミングでね、食べたかは後ほど、あの、見逃しほどでね。そうそう、逆に、じゃあちょっとスタッフさんこれ下げていただいてる間に、なんで雲って分かった。でも、あれです、触った感じ、足、足と、うん、その動くね。毛、よく分かった。それ家に持ってるな、もしや。そういう趣味かい。怖くなかった、怖くなかった、そう、震えてた、すげえ震えてた、怖かったけど、怖かった。いや、もう一瞬ガチの雲だと思った。あ、うん、すごい怖かった、さすがにないなと思って。あ、ぬいぐるみだ。あ、どうですか、早さん、なんか違うんじゃない、そういう。どうした、どうした、どうした。なんか別に可愛い子、なんかその雲じゃないんじゃないかなみたいな感じもあるじゃん。なんか可愛い子ぶるんだったら俺だってできるしみたいな感じになるじゃん。入れるじゃん、入れるじゃんって俺だってできるし、そんなの。そうだよね、ごめんね、返す。一旦返す、いやー、ごめん、ガヤったけど一旦返すね、ごめんね。すごいね、でも好記録おめでとう。すごい、すごい、すごいよこれ。B ページ続いていきますよ。続いてはバリですね。バリチーム、マッサンとリュウセイがいきますよ。はい、いいですか。じゃあバリに当ててもらうのはこちらです、どうぞ。うわー、うわー、これはやばいわ。リアクションで想像してくださいね。これはやばいね。さあ、これ、これは
もうね、今までみんなが言ってきたやつは全部入ってるかもしれない。メンサやメンサやメンサメンディメンディメンディあれメンサいない。あれよく見てメンディいないよ今。トイレじゃない。メンディいないよ。メンサ入ってない入ってない。メンサなんだよ。ワンチャンあるかもね。ワンチャンあるかも。でもあのね、準備ができたらいける。うん、ポルトガル語でもいいからね。ポルトガル語でいけるって言って、はい、多分俺が分かれば OK だから。はい、うぼいいねいいね。じゃあ準備できたら頑張れ気をつけて。大丈夫ですか？ OK です。じゃあいきます。慎重にね、慎重に。じゃあよーいスタート。あーあーあー気をつけて。ちょっと優しく言ってあげて。もうちょい下下下下下もうちょい下下下下うわぁ。マッサー入れて。マッサー入れてよ。マッサー入れてよ。もうちょい下もうちょい下もうちょい下。マッサー入れてよ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 。マッサー すごいな。そう、答え。メンディお疲れ。いいですよ。じゃあもう2人同時じゃなくても1人ずつ1人ずつ。はい。じゃあまず行こうか。うん。ぬるぬる。おいい線来てますよ。それは細長い感じ。細長いってぬるぬるしてる。ってことは？ってことは？グミとか。グミ！なんで？なんで？なんでグミ？転換がすごい。わかりましたか？もう一回だけ回答権ありますよ。はい。マスターさん、見てないから。ぬるぬるしてて、ちょっと細長いもので。はい。じゃあ、触ってから、触ったか、ほんまに。触ったと思います。はい。一回答えさせてあげよう。答えさせてあげよう。どうぞ。危なくはないですか？危ない。危ない。このどっちかな。ここで一回はなしだぞ。一回触ってみようか。勇気出した。下。マサ入れてすぐ下。入れてすぐ下。マサ行こう。マサ行こう。マサ行こう。下。マサ下。下なんだよ。下。ただ気をつけてね。下。ダウンサイド。触ってない。何にびっくりしてる。マサ触ってない。もうちょいね、左。もうちょい左。ああいいよ、おしおし。で下行こう。で下行こう。これですか。それじゃない。マサそれじゃない。もうちょい左。はい、じゃあ答えてみようか。はい。はい。ヘビ。違うだね。見てみます。ウナギとか。はい。うわあ。いいね。本物です。本物。いいねマッサン。ひどい。生きてるのありなんですか。ありでございます。出てきちゃったね。でもね、リアクションが良かったから5ポイント。ただゲームとしては0ポイントでした。いいねマッサン。さあスタッフの皆さん、スタンバイよろしくお願いいたします。いや生ものが出てくる。でもどうですか、うなぎ初めて触りました。初めてです。どうですか感覚は。ちょっと臭いですね。臭かった。初めてうなぎ触ったね。初めてうなぎを食べたことはある。はい。ね、触るの初めてなんですね。なんかね、ずっと人格ここにいてね。すいません、もうここも物議
いかもしれないけど、はい、ジン君が、うん、まさかのこっち側の、うん、見える側の前に立ちすぎてここ何も見えてないで怒ってます一人も。途中までマサヒロめっちゃおもろいからガーッと笑ってんのに途中からジンどけーって言ったらこれ全然見えなかったよ最後。味方チーム言ってたからジンさんどいてごめんほんまにさちょっとあごめんいろいろごめん。ちょタクシー呼ぶから帰ってもらって。いやまだ最後まで終わらせて あと半分ぐらいあるからね。さあじゃあ最後のチームファンター行ってみましょうか。イエー最後危ないですよ最後ですからじゃあ危ないよ。じゃあファンタに当ててもらうのはこちらズルン。わはい、怖い怖い。正直取れたてでございます。マジっすか。取れたてでございます。取れたてでございます。これは取れたてという状態で、取れたてという状態でございます。正解だから取れたて。普段は。さあ、はい、やりましょうか。いきますよ。せーの、どうぞスタート。お疲れ様です。しょっぱって。手が手がね。だっておばさんって言ってたもんね。人間人間。ねどこでおばさんと思った。シワシワを。シワ。手で触ってわかんない。すごいな。最初ってねレイ君のペロって舐めたと匂ったちょっと臭い。ちょっと臭い。でも俺たち途中、はい、あれってメンディーいないいないって言って俺たちドキッとしてたからね。なるほど。パッと見たら本当にねえから全然気づかなかった。気づかなかった、うん、メンディーどうでした。あのいろいろ触られた感想は。ちょっと不愉快でした。志願したものの不愉快だったということですね結果で言うと。さあありがとうございました。じゃあ結果発表していいですか。